これで室内だったら終わるけど。暗くなる。暗っ。いや、トラッパーでしょ。トラッパーだろうな。暗いな。みんないる。ポンドゼミいる。どこ行こうかな。あ、いた。死ね。やめろ。ああ。何も見えない。ああ、何も見えない。ごめんなさい。何も見える。待って、落としちゃった。何が起こってんの今そこで。あーっと鬼が来たー。バレる、場所がバレる。あんなに爆竹やったらバレる。あ、間違えていた、倒しちゃった。あ、ほんとる。極悪。いや、ワンやだな。あ、ルインですね。いや、やべえわ。ルインですか。やべ、爆竹顔面に食らうとこんなにやばいんだな。まあ、そらそうだろ。うん。今すごい日本語喋ったぞ君。もう一回自分の言った言葉を咀嚼しよう。爆竹を顔面に食らうとこんなにやばいんだな。やばいに決まってる。人に向かって使うな。あールインか。そうだ忘れてた。ちょっとグレートマンに頑張ってなってみようかな。今多分真ん中の建物のそばにいる。あー2階で多分グレートマン。ああ全然無理。グレート止まらないマン。最近 DVD 始めた人か。ん？ああグレートマンできた。グレートマン。グレートマン。ああっと。真ん中の建物で。大丈夫です。地図？なんかグレートマンできない。お、フルコンさんいるらしい。あ、フルコンさんが。そう、完全に人数がちょうどオーバーしてしまった。超過してしまった。やっぱり感染とかできたら面白そうやね。そうですね。そう、これスモールゲームつけてきたの。あ、マリオさんに切られた。棚とかついてる。あれなんかずっとロッカーにいる人。あ、折れてる。今追われてるのかな。ああ。いや。あ、今追われてるわけじゃないですか。うん。そうそうそう。なるじゃん。どっかにいないかな。ダメ。切られた。しまった。ダメすぎた。プラベ6人まで入れますよって1人はリアル。ちょっと待って、頑張ってもがいてるけど無理っす。はい、やべ。あ、感染できるんだ。ちょっと待って、この辺でなんか、あ、感染できんねや。この辺、あ、ここか。あ、フェンちゃん、フェンちゃん。でもグレートマンは諦めてやられたわ。え、あ、やべえな、これやべえな。あ、ほんまや、ストライク決めたのに出れへん。効かないんだ。今なんかしかもストライク対策っぽいことしてる。何してるの。なんだこいつ、何ケバブ死んだんだ。あざもおかしいんじゃねえのか。近くにキャンプやってるのか。やべえ。なんでてめえ吊るされてんだよ。やった。待って、方向がわかんない。やばい、逃げろ。やばい、これ出会ってしまうか可能性がある。逃げろじゃあ。危ね。あ、逃げろ。お互いペロペロしません。お互いペロペロ。あ、ルインあった。ルインあった。あ、本当だ。助かる。ルインやってるなと思いながらセルキアをする。やっぱルイン強いな。もう血が出てる。見てロリー、このフェミン足元血だらけ。あー、これはかわいそうなぐらい出てますね。ナイス。素晴らしい。来てるだろうな。直せ早く。ああ、すいません。ああ、そうか、新曲ともついてる。ああ、君治ってないのか、まだ。俺治ったのかと思った。治ってる。ごめん。大丈夫です。こいつ治ったのに俺の怪我治さねえ、クソだと思った。お、治れ。治った。透過効果。やった。許された。ケバブ。ケバブしてる。そう、見に行こうぜ、ケバブしてんの。ケバブ見に行こうぜ。ケバブ。ケバブ見に行こうぜ。あ、でも俺へん。ケバブやってない。ケバブ見に来たのに。なんだ。じゃあいいわ。つまんねえ。じゃあもう、行ってね。よかった。ツーマンセルが来てよかった。じゃあ、そういうことが。スリーマンセル。俺のせいだぞ、ふざけんな。スリーマンセル。あ、ごめん。ごめん今のは違う。
治療ボタンと悪いやつだ、ごめん、ごめん、誤解だよって言って、それで治療ボタン押すじゃんだって。もう、いや、違うんです、いや、ほんと違うんです、ほんと違うんです。いや、悪いやつだわ。ほんと、誤解としか言えないです、今のやつは。いやあー、近いトラッパーがいる。近く、こっちじゃないの。そういうの近い、入り口難しいから。あれあれ、あ救出されなかった。やべ、無駄な板倒しを先輩してしまった。遊んでたところとは一変、ストイックに発電機を直しているのに。あれ、新聞がなんでこんなするんだ。あ、こっち来たの。救助行きます。いや今のすごかったな。いやいや、もうあバチが当たってる。くっそくっそ、面白い、面白い。砂ザメさん強靭だったね、やっぱり。いやいや、でもは、でも今1個ついてる発電機は自分がつけたので、うん、だから自分、自分は無理ではない。村側に、村側ですね、見せようとしてたね、だいぶ。そう、いや、見せようとしてたって村側だよ。どっからどう見ても、あ、もう誰かに来たっていう、また許してくれなかった。発電機の前でこんにちはってやったらめっちゃ切られた。いや、何が一番面白いって、ちょっとふざけてるトワボンじゃなくて、砂ザメさんが爆竹を全員にぶち当てるってところだよね。いや、なんか3人で治療したら早いかなと思って、ちょっとこう、なんかそこは治療できません。治療には使わないけど、で、まあ、結果的にはそうなっちゃったけど、別にそういう風にしたかったわけでは。白ハピが雑だと思いますってコメントだと。別にそもそも白だし。そもそも。あ、ありがとう。助かる。よし。近くにはいないかな。ね、真ん中行くか。真ん中2回直したっけ？真ん中、いや、2回直した。うん、真ん中2回直した。それだけ直ったよ。1回あった。そうそうそう。1回、ごめん、ちょっと覚えてないな。1回にあったかどうかは。あ、一回あるわ。いくらなんでも発電機直ってなさすぎる。さっきとの違いひどすぎる。ひどすぎる。マリオさんもちょっとセルフケア真っ最中でございます。タナトフォビアがっつり刺さってんだ。あっちこっち取られちゃう、まずい。ああ、砂ザメさん、もう全然ちょっとトラップ修理が進まんのだが。あー、すまぬ。ちょっと一回離れよう。はい、一回離れます。いやトラップに引っかかりもってしまって、ちゃんと下を見て歩きますわ。下を向いて歩きます。一個直せそう。オッケー。お、ああ、じゃあ別にそこ治るんだったら。オッケー、部長。戻ろう。怪我直した方がいいですか、それ。あ、怪我直していただけると、これ幸いです。さっきも同じとこ怪我してたでしょ。ああ、そうですね。チーズ行為だ。違う、違う。さっきの怪我も私が直したんですけど。あれ、いやでも鬼タナトフォビア刺して、ああ、そういうこと。あ、来てるな。完全にライン見えたな。あー、ララ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 。そっちやったの、嘘。でも、名誉の負傷なんで。背中の切り傷ではないので。また怪我した。ゾロ、ちょっとちょっと、竹雄くん間に合うよな。まだ仕掛けた。まだ仕掛けて、あーわーわー、これは普通に全然見えねえよ。なかった。あれ普通に壊滅してないっすか。そう、普通に。ちょっと嘘でしょ。あ、やっぱマリオって大戦災だろ。竹雄くん。あー、間に合わなかったか。いやー、さすがに救助に来ると思ったからこっち何もしなかったわ。いや、間に合いそうだったんだけど、罠にかかった人がいて。言うやん、言うやん。今か。真央くんだって罠引っかかってるから。あ、狼黒寄りじゃないですか、ちょっと。その話したと俺も最初に踏んだからな。全員怪しいな、こ全員怪しいな。全員使用しましょうか、ピジモン全員。あ、こっちの方来てるから今救助行けなくもないけど。
壊れてはないけど90いける、かなり反対側に行けるのが難しそうなら9。いや爆竹祭りからもう凄まじいことになったな。あれマー君が救助振る、救助行くふり、行くするソムリをしながら全然来てくんない。え、あ、行ったんじゃないの、あれ行ってる、行ってる、あ、行ってる、あ、よかった、あ、危ない、さん、そうやってもうなんかヘイト向けの上手だよな、ちょっとごめんなさい、ちょっとすっかりマー君疑いやってるもんだよ。多分信用勝負だよこれ、翌朝の。いやでもトマポが助けてくれたから白寄りなんですよ、もう完全に。あ、出た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 、のぞみ視点からは僕かなり白寄りに近いと思う。白寄りですね、だいぶ白寄りですね。あれこれディシートだったっけ、おかしいな。お発電機ねえな、何気にあと3つって結構なかなか、まあ、ほどほどあるね。ちょっと湿気を強ついてるんで、ちょっととりあえずセルフケアで直しちゃいます。お、治った。うわ、暗い、デイマジ見えねえな、来てんのか、あー、来てる、来てるかな、カリオさん面白いな、あの人 UPS 慣れてない人の目視力、うん、よいしょって後ろに、お罠解除してる、罠が解除した音が、あ、痛い、ごめん。いやもう、あの釣りましょう、砂さん釣りましょう。あれちょっと3踏みはちょっとね、3踏みはちょっと露骨すぎる、なんか白アピキズイし、あ、今俺にナスリン来たね、ナスリン来た、もう完全に黒です、これ完全に黒です、窓が刻みました、しかも罠かかりました、最低4踏み、もうこれはもう言い逃れできませんよ、いやーもうこれは言い逃れできませんわ。じゃあちょっと今回復貯めるから、ちょっとマオ君助けに来て、いやちょっと無理や、あのごめん、もうごめん、ちょっとそれは無理だわ、悪いけど、マオ君先に砂ザメさんが飛び越えてくれてよかったね。ね、本当に。結果論としては真央君守ったわけじゃん。そう。だから真央君は恩に報いるべきだった。ああ。恩に報いるべきだった。あ、いやちょっとね。いいんですけど、僕カリウド取ったんですよ。ああ、カリウド授業出た。そっか。いや、やっぱ。今晩処刑されたのは、あー、釣られましたね、モブザメさんが、まあ、文字通り釣られました、本当に。あれ、ムーロが平和にならない。パワープレイが起こる、二人しか残ってないのに、まだ村が続いてるということですよ、目に見えた音が似てるから。あ、ハッチあった、マジどこ、発電、外周のなんか囲まれてるところの発電機のそばにある高台があるところ、丘の近くだね、うん、そうそう、オッケー、ちょっと待って、俺のとこ来てんな、これ、あー、見つかったな、シャツ赤いからな。見つかるんだよな。だってね、それ、自己主張がすごいよ、ちょっと、俺のシャツ赤いからな。承認欲求が強い。あー、トワコくん、これパワープレイ起きるかもしれない、トワポンと鬼で。だったらもう終わってるから、終わってるだ、それ。ちなみに僕釣られるの初めてなんですよ。あ、初釣り、マジか、地下かってことはまだワンチャン、でもハッチ出てんやったら死んでもええけどな、残り痛い、こいつケバってる、こいつ鬼だと思います。ケバそうね、すまない、あー、自力脱出もできず、そしてマオ君はロッカーから出てハッチで、あ、倒してるフリス、気づいてくれたかな。来てる、煽り倒して、そいつを煽っていいから。トラップかけてる。飛んでみて、それ多分マリオさんの怒りをどうやったら切れるか、なぜか切り上げ、なんてポイント稼いでんだこれ、おかしいだろ。あれ、あ、ちょっと、あぶねえ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 、捕まれるとこだったね、あぶねえ、
漏れそうになった。ほら、ハチから出れない。ボタンが違う。ひどい。いやトラップ引っかかりまくったな。あの窓抜けた後のトラップが面白かった。引っかかったやっぱね、砂溜さん黒だったね、結局。いやいやいや、違う。マリオさん見てたかどうか知らんけど、結局我々の中で一番味方に被害を与えた爆竹使った砂溜さんやった。砂溜さん、砂溜さんが3人まとまったところに爆竹ぶちかまって、あ、ごめん、しまったって言って、全員の資格を持って。あれは治療しようとした人差し指がちょっと引っかかったっていう。いや、R1 と R2 じゃないですか、ボタンの違いが。